うちらはどうなんだよ。好きなようにしたらええやろ。もっと暴れましょうよ。お前らの世代が頑張ったらええがな。いつまでもヤンキーしてられへんしな。ここが潮時かもしれんな。もうあの弁護士のおっさんも出てもうたやんか。そや、竜頭組の組長や幹部もみんな異能なったやろ。でもマジジはまだ戦ってる。ヤクザ相手にガチで戦争してるんですよ。うちらもここで引けないです。お前らほんまアホやな。死ぬかもしらへんで。アントニオ姉さんもホビー姉さんも空の上で笑とるで。姉さんたちに土産話作ろか。魔事女だけに美味しいところ持っていかせへんで。どこが最強のヤンキーか見せたろ。失礼します。失礼いたします。ありがとうございます。どうぞ。あなたは。施設秘書の幼いです。ご苦労様です。いや別にほら政治家に不祥事があると大体秘書に災難が降りかかるだろ。失礼ですよ。こんなとこへ来たことが上にバレたらまたどやされますよ。もう遅いよ。今頃乃木からうちの所長に連絡があってどういうことだって。で怒った所長から飯塚君の携帯に連絡が入ると。怖いこと言わないでくださいよ。入った。早くない？俺が強引に連れてきたってことでいいから。いやいや総理から頼まれ事があってね、電話が長引いてしまったんだ。待たせたかな。いえいえ、どうぞ。失礼します。